はい、タロのファイナルファンタジー実況プレイパート11ですね。前回、アレクサンドリアからダガーを奪還して、ダガーたちは、トレノに向かおうとしたんですけど、そこでガルガントっていう虫に乗ってね、トレノまで行こうとしたんだけど、なんか変なやつにもかけられて遠くまで来ちゃって、リンドブルームの近くのこの森に到着して、でこの森のこの中にいたこの召喚獣のラムさんが、仲間にしたけりゃ勉強しろよみたいな。わあ、焦った。そうだ、いつも忘れたまま逃げたらええんちゃう。で、仲間にやられたかったら物語を、しろよみたいな。でもここは別にしなくても大丈夫なんですよね。無視でいいんです。惜しいな、そなたの召喚の力は目覚めつつあるというの。だがそれもまたそなたの素直な心持ちで、いずれまた会うことを願っているぞ。見て、リンドブルーム城よ。で、リンドブルームに行こうとしてるっていうね。シド大公がいたとこです。ねえ、じいたん、こっから降りたら上がってこれないと思うけど、どうする？今すぐ降りる。ラムーの力を借りられなかったのは残念だけど、私、いつか召喚魔法を使いこなせるようになりたい。ああ、ダガーならきっとできるさ。チタン。あれ？あれは、レッドローズ。あら。ああ。なんてことだ。プラネはリンドブルームまでに攻め込んでますね。ああ。わわ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 わ。なんでこっちゃ。あの光はテレポット。城内に直接黒魔導士を送り込んでるんだ。クレイラはその後召喚魔法でとどめを刺された。そんな、お母様。お母様！だが走ってった。そらそうや、自分のお母さんが。そんな。あ、ここの名シーンや。なんだ？おっかねー。召喚獣使わないっすね。お母さんすごいな。ダガーが。静かだな。なんてひどいことを。お母様、レンドブルームにまで手を出すなんて。気を抜くなよ。奴らまだいるかもしれないからな。ビビ、お前はこの辺に隠れてろ。
怖いよ、僕そんなの嫌だよ。アレクサンドリア兵がここにいるんだ。クライマー同士のお前がうろついちゃまずいだろ。うん、そんなにビビるなよ、すぐ戻ってくるからさ。ごめん、待っててね、ビビ。うん、わかった。でも本当にすぐ戻ってきてよ。怖いよな、そら。でも嫌な目合うからね。あ、あなた我々に逆らう気ですか？断固として戦う。車同士軍団と召喚銃を手に入れたブラン様は無敵です。無駄な抵抗は自分の死を早めることになるだけです。パパ、ママどこ行っちゃったの？私を一人にしないで。ピクルスおばあさん大丈夫かな？老人、二度と動けんように息の根を止めるのじゃ。腹け、それとも頭にするけ、どっちを潰せばいいっけ。おい、やめろ。そいつだって生きてるんだぜ。こいつが生きてるだって？ああ、今はブラネに操られてるだけさ。車同士だって俺たちと同じように生きてるんだ。口からで任せよう言うな。人の格好をしてるが、そんなのは見た目だけだ。あの人を人と思わねえ破壊の仕方、まるで俺たちを建物の一部としか見てねえような。こいつらこそ俺たちのことを生きてるなんて思ってねえんだ。まあ、なんとも言えないな。ちょ、街を探索してみましょう。荒れてる。わずか一晩でここまで街が破壊されるなんて。車同士も召喚時もこのようなものとは思えない。我々はパンドラの箱を開けてしまったのか。喜びなさい。これからはアレクサンドリア帝国として共に歩むことになるのです。すげえ、ばらつきがある。突然空から飛空艇が降ってきて、危うく潰されるとこだったわよ。小型の貨物船だったのが不幸中の幸いってところかしら。ピクルスおばあちゃん、マーガレットおばあさん、ん？そこに誰かいるのかい？何も見えないんだよ。車同士に目をやられてね。マコがもうすぐ生まれるというのに顔が見れると思うと悲しくてね。うわー、こいつら、チキショーが。工場区は完全に壊滅。商場区、商業区、劇場街もひどい状態です。あ、オルベルタさんね、兵員を復旧作業に回そう。一刻も早く民の暮らしを取り戻すのだ。わかりました。オルベルタ様、ガーネット姫、ジタントのよくぞご無事で。指導寺様は、太后陛下お無事なの？ご安心くだされ、城は攻撃を免れたのです。太后殿下は、怪我一つしておられませんぞ。よかった。さあ、殿下のもとへご案内いたしましょう。ガーネット姫がお戻りになれましたぞ。指導寺様。おお、ガーネット姫無事だったか。ブラレに捕まったと心配してたぶり。ジダンたちが助けてくれました。礼を言うぶり、ジダン。でも、私たちを城から逃がすために、フライヤさん、スタイナーとベアトリックスが、城に戻る残ることになってしまって、私、こう音に聞こえたベアトリクスが、あの者が一緒ならばきっと皆無事だろうぶり。俺もそう思うで、だが城をちょっと離れるだけのつもりがピナックスロックスまで出てきちまったけど、あいつらに限って滅多なことではやられないって。ピナックル、おお、ガルガンとか。ああ、詳しいな。こう見えても一国を預かる立場、周辺の情報収集は怠っておらんぶりよ。ああ、だがいかに情報を集めようとも、それを使う者が愚かではどうしようもないぶり。事前の調べで、ブラネ女王が召喚獣の力を手に入れようとしていたことは分かってたぶりよ。しかしわしは召喚獣の力を侮っておったぶり。あれほど凄まじいものとは思いもよらなかったぶり。わしがこのような姿なのは道理というものかもしれんぶり。でも降伏したのは正しかったと思うぜ。抵抗したがくクレイラーは消えちまったしな。私は何と言えば、これから何をすれば。おい、まだ動いてる。車同士兵がいたぞ。気をつけろよ。車砲を使うかもしれんぞ。あれ、なんだこいつ、他のやつより小さいな。痛いよ、話してよ。僕は時間だって。ビビア、
たまらんか。どこから見ても車同士ではないか。まさか。かわいそう。住民に暴行を受けていた車同士兵を保護してました。暴行を受けてたんや。違うのに。どうしましょう。アレクサンドレに引き渡しますか。指導士様、下がってよい。ビビ殿は車同士兵ではない。車同士の格好をしているが、それは敵を欺くため味方である。頭へ。そうでありましたか。これは大変失礼しました。ブラネ女王に関する情報は召喚獣だけではないぶり、この一連の戦争の裏にクジャと名乗る謎の武器商人が絡んでいるぶり、クジャは高度な魔法技術を用いた装置や兵器をブラネに提供しているぶり。お母様に。うん、車同士兵もその一つぶり。トレノでクジャを見かけたというものの話によれば、クジャは北の空より銀色の竜に乗って現れるそうです。ってことはブルメシアで見たあいつが。北の空ということから、クジャの根性は外側の大陸にあると思われます。外側の大陸。世界にはまだ未開の大陸がいくつもあるんだ。外側の大陸ってのは、この霧の大陸の北にある未知の大陸のことさ。外側の大陸に魔法を操る種族がいるのは分からんが、ブラネに武器を提供しているのはクジャ一人のようぶり。私が城で見た人物も多分そのクジャと名乗るもの。その人がお母様をたぶらかしているのかもしれません。きっとクジャさえいなくなれば。じゃあクジャを倒しまえば。そう、二人とも理解が早いぶり。クジャを倒せば武器が供給されなくなり、ブラネの力は弱まる。その時が反撃の好機ぶり。今正面からブラネに飲んでも、また多くの命を失うだけ。勝ち目はありません。諸悪の根源を潰すってことか。そうです。たとえブラネを倒したとしても、いずれクジャは新しい取引相手を見つけるでしょう。母が犯した罪は重い。でもその陰でクジャが動いていたのなら、私はクジャを許せない。でも今はスタイナーたちを助けなければ。いかんせん、わしはこの通り動きが取れん。民を守るために兵を割くわけにはいかんぶり。あ、なあ、だがさっきも言ったろ。あいつらなら大丈夫だって。ブルメシアの竜騎士とアレクサンドリアの女将軍とあのおっさんが一緒なんだ。向かうところ敵なしさ。それにダガー一人じゃない。俺もついてるぜ。私、クジャを探します。僕も行ってみたい。この大陸にはもういられないから。よし、これで決まりだ。クジャの根性を叩き直してやろうぜ。リンドブルムで一番速い飛空艇を用意してくれないか。残念だが、飛空艇の動力となる霧は、この霧の大陸にしか存在しないぶり。だから飛空艇で海を越えることはできないぶりよ。じゃあ霧なしで飛べるっていう新型飛空艇はどうなんだ。まだできてないのか。まだぶり。それにできていたとしても、ブラネに取り押さえられていて手が出せんぶり。降伏時に出された条件は2つあったぶり。1つは新型飛空艇の接収、もう1つは天竜の爪の引き渡しぶり。新型飛空艇はわかるとしても、何だってあんな石ころ欲しがったんだ。それはわしにもさっぱりぶり。仕方ないな、船で我慢しよう。それも無理ぶり。港を抑えられていて船が出せないぶり。たが、何なんだ、まさか泳いでいけってんじゃ。いや、もう一つの手段があるぶり。この城の北のある沼にかつての採掘場があるぶり。その採掘場付近にはこの大陸に生息しないはずのモンスターが現れるぶりよ。採掘中に見つかった大きな洞窟を突き進むと、海をくぐって別の大陸に出るという噂もあるぶり。その穴が大陸の外側の大陸に。雲をつかむような話だな。本当にそこから行けるのか。確証はないぶり。行ってみなきゃわからねえってことか。まあいい、わからねえ方が楽しみが増えるな。ガネット姫を頼んだぞ。我々も反撃の準備をしておくぶり。これっぽっちしか渡せんが、これで支度を整えてきてくれぶり。ただ僕は待ってるよ。ジタン、僕の分も支度してきて。ああ、その方がいいな。お金たくさんモードだから。いいか、
リンドブルームはもうアレクサンドリア領なんだ。しばらくは戻ってこれなくなる。だからしっかり支度してこいよ。終わったらまた俺に声をかけてくれ。支度って言われてもね。そろそろこの剣も買い時だと思ってたのよね。でもどれも高いのよね。もっと安くならないかしら。格安で言ってくれる。分からんけど、とりあえず買っとこう。まあ意味ないけど。準備 OK。 よし、こっちだ。陛下が最下層で待っている。アクティブタイムイベント。戦利品とするにしては随分安い食い物から積み込むな。本気で全部アレクサンドリアに持ち帰るつもりなんだろうか。あるいは長い後悔をするためかもな。そこ、無駄口を叩かない。早く船蔵に積み込みなさい。くっそ偉そうにしやがって。睨まれない程度に時間を稼ぎよう。あれを貯めるのにもう少しかかるだろうからな。なあ、今やアレクサンドリアは大陸の支配者だ。航海の準備をしたって攻める相手なんかいないだろう。やつら一体何をするつもりなんだ。わからんよ。ゴーツクバレのブラネのことだ。まだまだ欲しいものがあるのかもな。次の遠征は一体どこを相手に。向こうに我々の脅威となる国があるとは聞いていませんが、きっとブラネ様が何か、ブラネ様に何かお考えがあってのことでしょう。私たちはそのような心配をする必要はありません。さあ、そんなことよりもあなたたちもこちらに来てください。リンドブルム兵数名が客室に立てこもっているのです。チャンス。一体ブラネは何をするつもりなんだろう。時短。私たち大陸の外側に行かなければならないのかしら。どうし、突然どうしたんだよ。さっきまで行く気だったじゃないか。もし、もしもよ。海を渡って見たこともない大陸で、チタンたちにもしものことがあったら、私一人じゃ助けられないかもしれない。俺のことを心配してるのか。そうじゃなくて、ほら、お姫様の優秀な護衛がいなくなったら困るじゃない。かわいい。うん、絶対困るわ。へへ。そういう時はなんて言うんだ。ありがたきお言葉であります、姫様ってか。プン。ごめんごめん。大丈夫だよ、そんなヘマはしない。だがこそ言うのかい。何があるかわからない場所なんだぜ。ええ、覚悟はできてるわ。もうこれ以上お母様に罪を犯してほしくないの。わかった。じゃあ俺から離れるな。だがもうブブも俺が守ってやる。はい。かっけえ。あ、ジタン、よかった、来てくれて。ビビ、おじさまたちは？それがちょっと待ってるぶりって言ってどっか行っちゃったんだ。ジタン、何やってんだ。ヒャッホー、うまくいったぶり。ここと水流の門の間でトロッコを止めてやったぶり。本当に頭きたぶり。わしの城で好き放題しようって。さあ今のうちに行くぶり。あの採掘場は入り組んでいて迷いやすいから気をつけるぶりよ。それとこれを持っていくぶり。なんだよこのボロ切れは。相変わらず失礼なやつぶり。ただのボロ切れじゃないぶりよ。それはリンドブルムの国宝、全世界が記されていると伝えられている古代地図ぶり。そうか、それは使えそうだな。ワールドマップ。ここでやっとワールドマップですよ。さあ、もたもたしてると奴らに気づかれるぶりよ。ジタン、ビビ、ガーネット姫のこと頼んだぶり。うん。おじさま、わしのことは心配するな。この体は見た目より丈夫ぶり。ささ、早く行くぶりよ。見つかったらブリムシの油をたっぷり絞り取られるぶり。
行こう。だが、頭きたブリ、まったく太鼓がブリムシなら兵士は無能ぞろいと来ましたか。なぜ荷物運びにあれほど時間がかかるのか。ん、そこの二人、休めとは言ってませんよ。奴らの不甲斐なさに調子が来るのもわかりますが、すぐ次の作戦が始まるのです。突然あの機械が止まって、それからトロッコは来ないんです。ねえ、うん、こうブリブリっと出航する前に城下町に買い物に行こうと思ってたのに。見張りから何か連絡は。いいえ、何も。指導太鼓の仕業ですか。我々に何か隠してるようですね。こっちです。お前たちも来なさい。太鼓を探し出すのです。はい。これでワールドマップ出ますね。で、この沼のことを言ってるんでしょ、多分。ん？これか。これね、分かんなかったな、最初。どこやねんってずっとね、迷って、あら、ここってなったんですよね。わ、迷っちゃって。クゾクの沼。ここでね。まあ、ちょっと後で分かりますけど。出た。腹減ったあるね。カエル。カエルを捕まえてあげるんですよね。カエルを捕まえて、でカエルをあげる。この人に。カエル持ってあるよね。そのカエルうまそうあるね。私カエル大好きあるよ。あ、あんたなんだよ。私あるか。出た。年齢70から90。性別謎、気球で両利き。クイナ。クイナさんですね。クゾクの。すごい見た目。クイナ、このカエルが欲しいのか。欲しいやるよ。じゃあやるよ。もらったるよ。クイナ、カエルを手に入れた。返さないあるよ。クイナよ、カエルを人からもらうようではお前もまだまだあるな。クイナよ、ここのカエルばかり捕らえていては食の道を極めるのは難しいあるよ。でもクエル師匠、ここのカエルは最高あるね。どこに行ってもここ以上のカエルなんて見たことないあるよ。いやー、ここのカエルだけで満足してるとは。お前はまだまだ食の道は遠いあるね。世界は広く、食せるものは数え切れないあるね。もちろんカエルも世界中にいるあるよ。ここだけではなく他の道も訪れ、世界の食を知るあるね。他の世界あるか。そこまで考えたことないあるな。ここよりうまいカエルがいるあるか。もちろんあるね。私たち貴族は大好物のカエルを食せばとても成長できるあるね。我々貴族の住んでいた地が他の世界にもいくつかあるあるよ。ある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 よ。難しい。それぞれの地のカエルを食せばお前にとって食の道がきっと見えてくるあるね。旅をしながら貴族の沼を探すあるよ。旅の方、このクイナにもいろんな世界の食を見せてほしいあるね。食べ物のあるとこなら木部屋なあるよ。こいつも外側の大陸に連れてけってのか。クイナ、一緒に外側の大陸を探そうぜ。外側の大陸あるか。うまいカエルがいるといいあるね。まあカエルよりうまいのだって世の中にはいくらでもあるさ。カエルよりうまいあるか。それなら行くあるよ。ついていくあるよ。ガクン。ギャグキャラですね。てんてんてん。
ビビどうしたんだよ。あのおじちゃん、僕のおじいちゃんにそっくりなんだ。ビビのおじいちゃんにそっくり。あのクエルとかいうやつが。もしかしておじいちゃんのこと知ってる人かもしれない。ジタン、僕少しお話ししてくる。どうしたあるで、私の顔に何かついてるあるか。あのクワンっておじいちゃん知ってる？ あんな偏屈じじいなんか知らないあるな。クワンおじいちゃん少し変わってたけど、なんで知ってるの？それには答えられないあるね。クワンおじいちゃん、クエルさんにそっくりなんだけどな。同じ部族だからそっくりなのは当たり前あるね。あんた本当に知らないのか？知らないある。本当に知らないあるよ。本当かよ。知らないならしょうがないな。ビビ行こうぜ。知ってるやん。多分クゾクのなんか魔法でできたとか、わかんないけど。わ、クイナーも仲間になってる。で、採掘場を探しに行く。クイナ、どこに行くんだ？匂いあるよ。カエルの匂いがするあるよ。カエルはいいから外側の大陸への入り口を探してくれよ。カエルはこっちあるね。おい、クイナ、ちょっと待てよ。しょうがないな、まったく。クイナ、すごいな。やっぱりカエルあるね。ああ、逃げられた。まずあるよ。やば。また逃げられてあるよ。それよりクイナ、カエルどころじゃないぜ。見ろよ。これこそ俺たちが探してた採掘場の入り口じゃないのか。こんなの初めて見てあるよ。ジタン、本当にここに入るあるか。今更何言ってんだよ。ここから外側の大陸へ抜けられるかもしれない。さあ行こう。物語は進んでいきます。今の道覚えてなかったな。忘れられた道、フォシルルーン。ここねなんかいるのか。暗くて見えねえや。なんだ。やばい。冗談じゃねえぞ。おお。おお。ああ。すげえ、これ名前なんて言うんだろう。バックアタックなんや。怪物やで。まだあるの？やばい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 
敵モードだからいいけど、無敵モードじゃなかったらマジで大変だったよ。だからね、めっちゃ逃げるの早い。まだまだあるの、もう勘弁してよ。心臓にあるんだよこれ。よいしょ、オーケーオーケー。ごめんなさい、ビビ。大丈夫？うん。危ない。どいてくれ。あいやー。危なかったな。やれやれ。思ったより役に立てなかったようね。誰だ？探したわよ、ガーネット姫。どちら様？鼻の下伸ばさないでよ。はい。私はラニ。ブラネ女王の命令でガーネット姫を探していてね。お母様の？お母様が私に何の用があるのですか？アレクサンドリアに戻るつもりはありません。
あいにく用があるのはガーネット姫じゃないのよ。どういうことですか？ガーネット姫が城から持ち出したあるものに用があるの。返してもらいましょうか。あれはブラネ女王のものですから。やれやれ、聞き分けがないわね。さっきのようには逃げられないわ。素直に返した方が身のためよ。さ、おとなしく出すもの出してちょうだい。さっきの罠はあんたが仕掛けたのか。言っときますけど、それを取り返すのがガーネット姫の安全より優先されてるの。それはどういう意味だ？あら、そういう意味よ。ガーネット姫を無事に連れ戻せとは聞いてないわ。お母様がそんな命令するなんてごちゃごちゃ言ってんじゃないわよ！ 切れた。さあ、とっとと出しな。それともここでくたばれたいの？面白い。嫌だと言ったらどうする？バカね。決まってるでしょ。これボス戦連続みたいな感じやな。ラニすごいね。おっかないな、これ持って。殺し合い。よし。少しはやるじゃないの。安室奈美恵みたいな格好してる。私一人じゃきついわね。今回は手を引いてあげるわ。なんかないかな。なんかない。なんもないか。野生のガルガンとか、こいつ扱えるな。セーブポイント見つけたら終わろう。おお、これ結構長い。この洞窟がね、やっぱ長いんだよね。すげえ。迷っちゃうからね、ここね。水の音がすごい。あ、もういるいるいる。ステルスキンだ。ふう、クレイラではひどい目にあったぜ。しばらくは体を動かすこともできなかったくらいだが、なんとか旅も再開できたからよしとするか。ありがとうよ。これでまたしばらく旅を続けられそうだ。次週とか次の回は、この、フォッシルルーを抜けて、外側の大陸にクジャを探しに行こうと。そんな感じですね。ここ結構長くなりそうですけど、洞窟探検していきたいと思います。それでは、今回は、そこまで大したこと起こんなかったですけど、また、ぬるぬるとやっていきたいと思います。まだまだあるから、皆さん。まだまだ続きがあるからね。みんな楽しんで、終わらないでって、このゲーム終わらないでって皆さん多分思うようになると思うんで、その時が来たら、ね、楽しんでください。バイチュ！